皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎月やらせています月刊漫画売上ランキングのトップ20紹介していきたいと思います。という、今回は、先月8月の月刊漫画売上、先別のトップ20ということで、期間の方が8月1日から28日まで1ヶ月か、という感じになっております。早速ですね、20位から紹介というところなんですが、今回ですね、もうめちゃくちゃレベル高いですし、ついにですね、4ヶ月連続で1位取ってた、もう超バケモン作品があったんですけど、それが、陥落と。入れ替わりましてね。いやー、もうめちゃくちゃ盛り上がってるランキングなんじゃないかなと思います。ぜひね、気になった気にあった方はこれを気に読んでいただけます。大変嬉しいです。またね、最初から最後までお楽しみいただけます。大変嬉しいです。ということでね、20位から紹介していきます。ではまず第20位です。20位。メイドインアビス推定売上部数164,584部、20位というところですね。アニメめちゃくちゃおもろくないよ。でかなりやっぱ原作の最新の付近までなんかストックカツカツみたいな話もね、よく聞きますけれどもやってるみたいですが、アビスの最新刊11巻の方が7月29日に発売されてるんでね、まあ、その売り上げも結構入って、まあ、20位という感じでね、さすがというところでございます。では次19位です。19位、ザ・ファブル・ザ・セカンド・コンタクト・ファブルの2部ですね。こちら推定売上部数166,040部という、こうね、ファブルもめちゃくちゃ2部もね、やっぱ面白いですよね。まあ、ぜひね、見ていただけたらと、この8月5日発売なんで、最新刊、まあ、その売り上げも大きく書いて、さすがの19位となっております。では次18位です。18位、ウマ娘シンデレラぐらい推定売上部数166,837部、18位。この辺めちゃくちゃ激戦ですね。ウマ娘シンデレラぐらいに関しては8月19日にね、発売されましたね。その売り上げが入ってきてるというところで、まあ後半に発売されてるんで、その分ちょっと売り上げ若干落ちてるのかなって感じがしますけどね。18位となってます。では次17位です。17位、青の箱来ました。推定売上部数17,285部、17位という、これね、コミックス累計発行部数130万部突破、非常にね、順調なペースで今6巻までね発売されてますんで、来てるんじゃないかなと。アニメ化もう発表していいんですよ。まあ最近ね、ジャンプなんかものすごい勢いでアニメ化発表してるんで、ちょっともうちょい時間空くような気もするんですけれどもね。いや、何はともあれ、めちゃくちゃ楽しみだなと。シュウエイチさんのね、アニメには期待していいんですよね。いや、楽しみだなと思います。青の箱マジでおもろいよ。ほんとやばいっす、今もね。原作も最高です。はい。では次16位です。16位。ブルーロック推定売上部数17,009部、16位というところですね。最新刊7月15日発売ですけども、16位というか、アニメ効果もちょっと入ってきてるのかなっていうところですけど、ついね、10月から、まあ、放送もね、あと1ヶ月後にはもう放送始まってるかなっていうところなんですけども、どこまで部数が伸びていくのか、こちらもね、非常に楽しみなところだし、アニメの出来にもね、期待したいところだなと思います。はい。では次15位です。15位。チェンソーマン推定売上部数171,289部というところで、1巻はね、2019年3月4日発売で、1巻が一番売れてるみたいな、ね、やっぱ2部が始まったことにその効果もあるんですけど、なんか2部もね、意外と連載、隔週になったんかな、今ね、っていうところでね、ようやく始まったんだけども、ちょっと連載ペースもちょっと不安とか若干あるんですけども、まあとりあえずアニメがもう始まりまして、もうこれ神クオリティは約束されてるというところで、もう楽しみすぎるよ。本当に楽しみすぎる。また爆売れすんじゃねえかなと思いますけどね。それも非常に楽しみだなと思いますね。はい。では次14位です。14位。配給というとこね、推定部数191,604部、14位というこれ。配給もさ、もう完結からどんだけだったら、まあ、10周年っていうところもね、あるんでしょうけれども、めちゃくちゃ売れてますね。今ね、集英社リミックスっていうこうで、配給10巻、なんか全19巻ぐらいみたいなんですけども、こちらがね、単行本の量を多分バーって凝縮してるんですよね。うん。よりページ数が多いっていう感じかと思いますけど、こちらも発売されたのもあったら、10周年記念本も発売されてたんでね、また、来月もね、ランク入ってくんじゃないかなって感じですけど、すごいよね、ほんとね。完結後の作品とは思えん部数なんですけど、191,604部という感じで、14位となっております。では、次13位です。13位。坂本デイズというか、推定部数205,237部、13位というところでね、坂本デイズ売れてんじゃないですか。いや、青の箱で売れてんじゃないですか。いいんじゃないですか。結構やっぱね、ものすごいなんか、東京とかやっぱ広告がすごいとか話も来ましたけれどもね、いや、面白いですね。非常に楽しんでるんですけどね、だんだん売り上げもね、伸びてきてるのかなっていうところでね。アニメ化も来るでしょうね。もう時間の問題な気がしますけど、正直。ジャンプだって呪術廻戦の掲載上で結構あるからね、うん。普通に毎回ね、5番目以内に入ってんじゃないかっていう、ものすごい人気ですけどもね。
部数も伸びてきてると、20万を超えてますね。13位となっております。では次12位です。12位、ついにアニメ3期も間近となりました。参りました、イルマくんが21万364部売れまして第12位という子ね。イルマくんは僕自身アニメ勢の3期めちゃくちゃ楽しみだなと思います。はい、では次11位です。11位、ダンジョン飯という子、推定量部数224,363部。ダンジョン飯もね、ついにトリガーでアニメ化決定という子、めちゃくちゃアニメ楽しみですけど、いやこれ僕アニメについていこうかなと思ってるんですけど、原作読んでもいいですかこれ。めちゃくちゃやっぱ原作人気ですよね。20万部超えてきたか。8月10日最新刊発売ですけど、アニメ決まったとかそういう効果もあるんでしょうけれどもね、第11位となっております。ではここはトップ10入っていきます。ではまず第10位です。第10位、ゴールデンカムイ推定売れ部数248,824部という、これ金カムイに関して先月ね、完結したわけですけども、まだまだ売れているというところで、先月がめっちゃ順位高かったん、確か先月3位だったのか。先月64万部売れてたんですからね。まあ、これかなり売れてたと思ったんですけど、まだまだ売れてるというところね。まあ、再びトップ10入ってきたというところで、さすがですね。いや、アニメ4期も10月からこちらもね、楽しみにしたいと思います。では次第9位です。第9位、ドラゴンボールスーパーコミカライズ作品、259,967部推定売り上げというところで、ドラゴンボールもさすがの売り上げですよね。これに関しても、スーパーまたアニメやってくれるのかな。なんかね、多分コミックの範囲そうそう、なんかやってくれそうな気もしますけどね。そう、前ね、ジレンとかね見た覚えありますけど、あれ結構前か、もうね、もうまだ学生、高校生ぐらいの気がするけど、気のせいかな。いや、高校生だったな、あれはな。多分高校生か中学生か。中学生その前なのかな、あれ。で、ドラゴンボールスーパー、最新刊の8月4日発売にもあって、259,967部というところになっております。はい。では、次第8位です。第8位。青足という子ね、こちら推定ループ数26,547部第8位というところでね、青足ももうアニメ効果でもうめちゃくちゃ売れてますからね、これは本当に嬉しいところなんですけど、28巻5月30日に発売されて、最新巻が8月30ぐらい、29だったな、発売されて、今回ね、期間に入ってないんですよ。期間に最新巻が入ってない中でこんだけ売れてるっていうのはもうとんでもないですよ。いや、アニメ効果で本当めちゃくちゃ売れてて、超嬉しいところですよね。先月も37万部、最新刊発売からね、もう3ヶ月経ったわけですけども、26万部、すごいわ、これはね。はい。めちゃくちゃ嬉しいわ。アニメも皆さんぜひと、いうことでございます。では、第7位です。第7位。僕のヒーローアカデミア推定売れ物263,974部で第7位というところで、ヒーローアカに関しては先月発売か。先月が2位だったんですね。75万部というところでしたけれども、まあ、今回さすがにね、部数は落ちましたけど、26万部相変わらず非常に売れてますという第7位となっております。では、第6位です。第6位。映画大ヒット中、ワンピースエピソードエースが推定売れ部数291,922部、第6位という子はね、これ1巻2巻が同時刊行だったな、だと思いますね。まあ、その分の部数もあると思うんですけど、めちゃくちゃ売れてますね。てか、ワンピース最近熱すぎない？原作もさ、もう、ね、熱っと思いながら今日読んでたんですけれどもね。いや、すごいね、これはね。エピソードですね、スピンオフ、公式スピンオフのも第6位となっております。では、ここがトップ5やっていきます。第5位です。第5位。キングダムという子、推定ループ数308,671部という子はね、アニメは非常に盛り上がっておりますがね、実写映画のね、第2弾が素晴らしすぎて、私は原作また買い始めたというところなんですが、第5位にランクインというところで、キングダムも先月発売かな、先々月発売か。すごいね、これ実写映画方がかなり入ってますね。第5位という子になってます。まあ、アニメ効果もあるかなというところですね。はい。では次、第4位です。第4位。4ヶ月連続1位だったスパイファミリー、今回は4位という声、62,857部、もうアニメから何ヶ月経ったよっていうところなんですけども、アニメで、ね、ワンクール目終わったのが6月末ですから、で、前回1位だったのがもはやもうやばすぎるっていう状況だったんですけど、前回も100万も超えてて、まさに部数落ちてますけど、まだ60万部売れてるんだって、最新刊だっていつよ発売されたのスパイファミリーって。スパイファミリーの最新刊が発売されたのが、4月4日っていう。最新刊の発売日からも、もう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月以上経っていると
という状況で4位ってもうマジの化け物だよこれ。また2クール目ね、もう間もなく始まりますけど、また部数やばいことになるかもしれない。これは非常に楽しみだと思います。はい、ではここからトップ3入っていきたいと思います。ここから全部100万部超えになります。ものすごいレベルです。またまではまず第3位です。第3位、東京リベンジャーズ推定売上部数110万1209部第3位というかね、登竜100万部超えてきてますね。さすがだなというところなんですけれども、まあ、東京リベンジャーズのね、原作も非常に盛り上がってます。アニメ2期も来年1月だかな、というところで近づいてきておりますし、実写第2弾も決定というところね、非常に盛り上がってきてますが、8月17日に、ね、最新刊発売でしたけども、110万部超えてくるというところでね、期間まだまだこれ売れてますね、というか、すごいね、第3位となっております。では次第2位です。第2位、呪術廻戦推定売り上げ数165万8066部第2位というところね、呪術廻戦もね、最新刊の方が8月4日に発売されましたんで、そのまあね、分も大きく、重ねまして第2位というところね、これもさすがだなというところ、この160万でも1位にならないのが恐ろしいところなんですけど、今月ね、呪術廻戦第2位となりました。そしていよいよ第1位、この100万部たちを超えて、なんと200万部1位超えてます。圧巻、ものすごいことになってます。第1位、ワンピース推定売上数262万1741部、見事1位。いや、すごすぎんか。103巻ですよ。103巻まででも、これまでも散々も売れ切っただろうというワンピースがまだここに来て売れるかというところでね。この最新巻103巻めちゃくちゃ売れてます。102巻もめちゃくちゃ売れてましたね。で、また、期間もね、まだまだやっぱ売れてんでしょうね。バケモンすぎないこれマジで。まあ、最新巻がめちゃくちゃ売れるのは別にわかるんだけれども、そう、多分まだ重版っていうか、なんていうの、その期間もまだ売れてるんだろうなっていうのがこの数字なので、いや、映画もね、呪術廻戦も超えました。もう報道が上がってる頃に超えてんじゃないかな。もう超えるっていう話で、ね、もう137億くらいもいってんだろうな。っていうところを、フィルムレッドの大ヒット、もう原作もほんと盛り上がってるわ。これはもう僕も早くね、僕も実は95巻くらいから足を持ってないかな。1巻から全部揃えようと思ってますけれども、ほんとその価値しかないね。てかもうほんと最近の原作がちょっと熱すぎるね、ほんとに。で、アニ版ってよく言いますけど、アニメのクオリティもめちゃくちゃ高くて、僕もね、見始めましたけれども、いやー、ワンピース。盛り上がってる。すごいっすね。本当に。ここまで来てこんな盛り上がるんだっていう感じがしますけどね。ワンピースの正体が明らかになって完結した時、一体どこまで盛り上がるのかっていうのまた楽しみですけどもね。まあさすがに完結も近づいてきて、いよいよ最終決戦、最終章ってね、感じになってきておりますね。非常に今後とも楽しみに読んできたんですけど、さすがすぎる。ワンピース、今月、8月唯一の200万部超え、262万1741部。1位にも100万部近くの、ね、差を、1位で2位にも100万部近くの差をつけて、第1位という声で、さすがすぎた記録でございました。ということで、今回の月刊漫画売れランキング8月の作品別トップ20の紹介は以上となります。このご視聴いただき、ありがとうございます。いいですね。皆さんの本がランキングする感想とか、この作品は私めちゃくちゃ本当ハマってるとかね。まあ、これ僕紹介して全部知ってる作品で、ダンジョン飯かな、読んでないのは。読んだことないダンジョン飯ぐらいかもしれない。まず原作絶対読んだ方がいいよって読みますんで、ちょっとアニメ待とうかちょっと迷ってます。トリガーだからさ、絶対クオリティ高いから、そういう面でもね、アニメ待つ価値も十分あるかなって感じするんですけどね。はい、っていうところね。まあそういったところもぜひね、コメントの方で押してください。嬉しいですし。まずね、この月刊漫画売り上げ毎月、1回上げていきます。あと週刊漫画売り上げで、美味しい漫画売り上げ系の動画、あと漫画の情報、まあ感想とかね、おすすめランキングいろいろね、上げさせていただきます。アニメの動画とかもたくさん上げてますんで、ぜひこの機にチャンネル登録って高評価もしていきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めたいと思います。そうですね、ここまで見てみてください。ご視聴ありがとうございました。